はい、どうもケイジです。今回もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、今回やるのは、冒険ガイドの方には、駅から大陸間鉄道に乗ろうということで、今ですね、道具の大事な道具の、大事なものから、キーエンブレムを今1,2,3,4,5,66個手に入れ、キーエンブレムを6個手に入れたら、物語が大きくちょっと進むんですよね。そのために大陸間鉄道に乗ろうって出てるんですけども、そのストーリーをやる前にやっておきたいのが、この戦歴から、クエストリストで、紹介されているクエストで、鍵師の小箱っていうのがあります。メギストリス城にいる鍵師ネジロはレベル40以上の旅人を探しているようだということで、初回報酬はハテナになってますけど、これは盗賊の鍵っていうアイテムをゲットするためのクエストなんですけども、それをゲットすることで黒い宝箱が開けられるようになる。物語大きく変化して、いよいよバージョン1のクライマックスに行くにつれて、黒い宝箱とかもちょいちょい出てくるようになるので、特にボスのところのダンジョンとかは、もう1回クリアすると、確かもう2回3回ってそのダンジョンは確か行けなかったと思うので、せめてその物語が大きく、進む前に、キーエンブレムを6個手に入れて、物語を大きく進むんですけども、その時にこのクエストをクリアしてない場合はした方がいいなと思って、しておいた方がいいなと思って、なので今回これをやります。で、このクエストもバージョン1のうちにやっておくと、バージョン2のエリアで、大盗賊の鍵っていうクエストを受けるようになるんですけども、その大盗賊の鍵をのクエストを受けるには、この盗賊の鍵をクリアしてないと受けられないので。で、今度バージョン3になると、鉄の金庫っていうクエストを受けるようになるんですけども、バトル中に全滅したりとかしてもゴールド半分になりませんよみたいな、デスペナルティは一切ありませんよみたいになる、鉄の金庫っていうクエスト、バージョン3で受けれるようになるんです。バージョン3点いくつかで、4とか5とかだったと思うけど、受けられるようになるんですけど、それも、大盗賊の鍵のクエストをやってないと受けられないので、ということはもう最初のこれをやっとかないと、後々困るんだよっていうところがあるので、今のうちにやっておこうと思います。そういうのを2つの今からそのボスのダンジョンに行く、ボス戦に行く前のダンジョンのところに出てくる黒宝箱をしっかり取っておきたい。で、さらにバージョン2の大盗賊の鍵、バージョン3の鉄の金庫の、クエストも、やるとなると、今これをやるのが一番いいのかなと思って、はい、ということで、前置きはそんな感じですけど、これをやっていきます。で、そうですね、それだけで時間が余っちゃうと思うんですよ。時間が余っちゃうっていうのは、僕の動画大体1時間ぐらいの構成なので、最悪2時間ぐらいかかっても大丈夫なんですけど、1時間ね、ぐらいはの動画にはしたいと思ってるので、余ったらそうだな、装備袋、そう、整理術はこれはさすがにやっぱり、あとベリナード城のクエストと、カミハルムイのクエスト、クエストじゃなかった、ストーリー、ベリナード城のストーリーとカミハルムイ城のストーリーをやってないと、ちょっと行き来がきついかな、これはな。なので、できることとしては、刀身ラダガートの誓いかな、この辺かな。
スキルポイントの振り直しが可能になるっていうね。まあこの辺かな。うん、ドルボードチューニングもできないしね、まだね。ドルワームのストーリーやってないとね、厳しいしね、これなかなか。うん。まあ部屋から、その、ドレスアップ屋、とかやってもいいけどね。まあ、スクリーポイントの振り直しかな、これかな、やるの。で、鍵師の小箱。はい、まずこれをやります。で、行き先。はい。メギストリス城の宝物庫、3階にあります。宝物庫に行きます。はい。なんで、ここから。メギストリス城の前。はい。で、これを受けると、ベリナード領区域に、ベリナード城の、ベリナード領、南かな北かな南だったと思うけど、そこに行かないといけないんですけど、そこはまあ、行ったことはあるので、東斗くんの道具枠の拡張クエストで、ベリナード領には行ったので、南には行ったので、まあ、バシッコで行こうかなと思ってます。こっち、前回お伝えしました、絨毯の通り行けば王のところに行くんですけども、3階に上がるにはこの反対側、王様の方とは反対側に行きます。で、これ。この階段上がると3階に行きます。行けます。4階に上がると、これ4階に上がるとラグアス王子の部屋だからね。はい。この奥に宝物庫があります。はい、ネジロ。あ、そう、こういう黒い宝箱は開けられるようになります。今回のクエストをクリアすると、はい、今は開けられない。この宝箱を開けるには特別な鍵が必要な、はい、その特別な鍵のクエストを受けます。この世のありとあらゆる鍵開けに挑んできた俺にとっちゃ、この程度の宝物庫の鍵ぐらいは兵みたいなもんだ。しかし俺の持つどの鍵を使ってもさっぱり開けられねえ小箱はある。どうやら特別な術が、特別な術がかかってるみてえだな。なあ、あんた、レベル40以上の、それもなかなか知恵の働く旅人と見たぜ。あんたになら任せられるかもしれねえ。もしも、この小箱を開けられたら、中身はあんたにくれてやる。どうだ？この小箱の鍵開けに一つ挑んでみねえか。ということで、挑みます。はい、挑みます。はい。挑みます。はい。よし、そこなくちゃな。それじゃあ、この小箱、あんたに預けるぜ。謎の小箱、大事なものを受け取ったということで、謎の小箱を、はい、ずっしり重てえから、それなりの宝が入ってんだろうよ。まずは、小箱をよく調べてみな。はい。じゃあ、謎の小箱をまず調べてみましょう。道具の、大事なもの、から、謎の小箱を、使う。刑事は謎の小箱をじっくり眺めてみた。刑事は小箱の裏に文字が刻まれているのを見つけた。麗しき女王の滑る白亜の城の南、朽ちたる柵を越え行けば、透き通った肌の姿なき見えざる魔女が手招きす。これはもう謎解きですね、これね。はい、まあ一旦ちょっと送ろう。我を開きたくば魔女に勝利せよということで、まあ、この小箱を開けるには、謎の小箱を開けるには、魔女に勝利すれば開くということは書いてあるんですけど、もう一回じゃあ読んでみましょうか。はい。開けるためにはこの謎解きをする必要があるんですけども、まず麗しき女王の滑る白亜の城、これ何かというとベリナード城のことです。はい。女王の滑る白亜の城、ベリナード城は女王様が管轄、統括してます。統括してるお城です。はい。女王の滑る、
白亜の城で麗しきと書いてる。もうこれがね、ほんとね、早くお見せしたいんですけど、もうね、ほんとね、ベリナード城の女王様はもう麗しいんですよ。はい、まあそんなことはどうでもいいんですけど、はい、その、ベリナード城の白亜の城の南ということで、行き先はベリナード領南っていうのがここまでの一文でわかります。はい、でベリナード領南で2行目、朽ちたる砂漠を越え行けばということで、ベリナード領南にの、ある場所に、まあ、なんか柵が並んでるところがあるんですよ。あの朽ちたる、まあ、割と 古いこう丸太の柵が並んでる、そこはあるんですけども、それを越える越え行けばなんだけど、柵を越えるで、透き通った肌の、姿なき見えざる魔女ということで、透き通った肌は何か、もうクリスタル、クリスタルです。はい、で姿なき見えざる魔女っていうのが、姿なく見えない、見えないんですけども、なぜかというと地中に入っ潜ってる敵だからでなんですよね。で地中ゴーグルをかければ見えます。はい、地中ゴーグルなので、このクエストを受ける前に、小さなメダルで地中ゴーグルをまだ交換してない人は、交換しておいた方がいいです。で、占い師かなんかの、占い師か踊り子だっけ、どっちか忘れたけど、そのスキルで、まあ、地中の敵が見えるようになるスキルもあるんですけども、地中ゴーグルがなくても、そのスキルがある人はそれでいいんですけども、ない人は、地中ゴーグルを、小さなメダル、まあ1枚で交換できるのでね、交換しておいた方がいいです。はい、それが姿なき見えざる魔女で、手招きするということで、まあその手招き、まあハンドですよ、ハンドなので、透き通った肌の、手招きする、クリスタルのハンドなので、まあ、モンスター名はクリスタルハンドということになります。はい、で、まあ、要約するとベリナード領南の柵を越えたところにいる、クリスタルハンドを、はい、に勝利せよということで、クリスタルハンドを倒せばいいわけですよ。はい、ということになります。ということで早速、あ、ネジロなんか言うのかな、あんたに預けてない、特別な術がかかってるらしくて、さてあんたに、まずは小箱を呼ば、調べてみな、なので調べたのでいきます。これもしかして行き先表示されるのかな、行き先、あ、行き先は表示できないのか、なるほどね、そこまでのネタバレはないみたい。いきます。これ今クエストが緩和されてるからいいんですけど、昔はね、ただ勝利するだけじゃなくて、狙われたじゃない、呪われた状態のまま勝利せよっていうのが条件だったんですよ。今も改正されて優しくなってるんですけど、クエスト自体が、まあそれ結構呪われた状態で、まあ、コツをつかめば簡単なんですけど、まあそれなりに時間はかかってた、なのでクリアするまでは、昔はね、僕はその2年前からドラゴンクエスト10の動画は、生放送じゃなくて動画の方もアップしてるんですけども、入り口に行こうか、バシッコ使うのでメギストリスの入り口に行きます。2年前からアップしてるんですけども、その動画の方でやった盗賊の鍵のクエストは多分見直してないか分かんないけど、多分呪われた状態で、まだその頃は呪われた状態でクリアしなきゃいけなかった頃だと思いますよ、多分。はい、あ、今日はあと2回飛びます。1回は俺、日替わりでガートランド城の、あれよ、ガートランド城のサウルスロードを倒しに行ったので、それで1回使ったわね、これ。
なので、あと2回使えます。はい。ということで、ウェナ諸島のベリナード領南、海辺の交易所、あ、ベリナード領南、広いからな。ちょっと待って、一旦地図をちょっと確認させてください。地図で、大陸一覧、ウェナ諸島、ベリナード領南、ここだ。地図の右上に行きたいわけですよ。右上に行きたいんですけど、まあ、右上がそのクリスタルハンドがいる場所なんですけど、海辺の交易所は一番南にあるのに遠いな。で、一旦ベリナード城に入ってカヌーでベリナード領南に行けば、地図の一番上、ベリナード城下町っていうカヌー乗り場に出てくるので、そのルートで行きます。なので一旦ベリナード城に行きます。ベリナード、ウェナ諸島のベリナード入り口に行きます。はい。ベリナードはね、何の時だっけ、動物界のトート君のクエストだっけ、なんかのクエストでベリナード一回行ったよね。その時にベリナード城に一回入ってきたので、まあ一回来たことがあればこうやって来れるので、預かり所だっけ、なんかのクエストの時来たよね。もう忘れた。もう忘れたけど。はい。ということで、ベリナード領南に行きます。カヌーで。なんかでほんとシーカの遺跡に行けって言われたもんね、ブーナ熱帯雨林の。はい。ということで、地図の一番上、ベリナード城下町からカヌーから来た、カヌー乗り場に着きました。で、左上に行くので、進行方向が今下向いてるので、こっち側。はい。あそこにもうすでに見えてます、柵が。はい。さっきあった柵って、この柵のことなんですよね。この柵のことなんです。で、この柵を越えろと。で、クリスタルハンドってこれ、はい、クリスタルハンドってこれです。こう手招きしてるクリスタルハンド、はい、クリスタルハンドで、これ言ったように今クリスタルハンド目の前に見えてますけど、装備で、地中ゴーグルをつけてるから見えるのであって、これもし外したりとかすると見えないんですよね。見えないから、地中ゴーグルがない場合は、わわわわ、闇雲にこうやってね、こうやって生きながら、クリスタルハンドに出会うまでこうやって生きながらね、行くしかないみたいな感じになっちゃうので、まあ、地中ゴーグルは、小さなメダル1枚で交換できるので、交換しておきましょうってことですよ。はい。はい。はい。じゃあ倒します。はい、今回のサポート仲間さんは、メローペさん賢者、スズメさん僧侶、ポリカルポフさん、天地雷鳴士となってます、はい、天地雷鳴士の方はもう扇の方ですね。この人スキルすごいですよ、結構。はい、 OK、 クエスト進んだ。あ、1匹倒せばいいのか。クリスタルハンドたちをやっつけた、クリスタルハンドを倒した。謎の小箱にかかっている術がかき消されたということで、術がかき消された。謎の小箱じゃ使う。どうやらかかっていた術が解けているようだ。あ、解けただけでここでは何もできない。じゃあ戦歴からクエストリスト、
で、今受けているクエストの中から鍵師の小箱を、一番下の行にネジロのところに小箱を持っていこうということで、じゃあメギストリスのネジロのところに、帰ります。帰りますけど、まあこれ倒したことない敵がいるので、これなんだっけ名前、リビングスタチュー倒しておきます。よし、天地雷鳴者はなんかなんだっけ今名前あれだけど、攻撃力を強くしてくれる特技が使えるんだね。攻撃力2段階上がってるもんね、みんな。よーし、そうで、強さで、天地雷鳴士の人、天地雷鳴士、ポリカルポリポリカルポ言いにくいわ、ポリカルポさん、はい、この人なんですけど、まあ装備は麻の帽子とか麻の靴とか麻装備で、麻装備ってレベル1の装備だから、もうほんと装備はふざけてるんですけど、ふざけてるとか言ったらいけない、見た目装備だからね、これね。ドワーフ市民のドワーフ市民の結局同じ装備、ふざけてるわ、装備ふざけてるとか言っちゃいけない、ごめんなさい、もうそれ失言でした。はい、でまあ HP469で、もちろん HP 高いんですけど、これか、天地雷鳴士のスキル147まで振ってる、まあ150までもうちょっとだな、はい、なんですけど、まあ幻魔解放、マグマとか、ね、スキル使える。で、扇、はい、扇はこれ180、もうフルで振ってる、はい、風切りの前まで使える。百花繚乱、もう百花繚乱とかまで使えればもう十分なんですけど、っていうかもう俺としてはアゲハランブぐらいで十分なんですけど、百花繚乱まで使えて風切りの前まで使える。でこの辺でスキルもパッシブもアップしてる、素晴らしいね。でこの人扇と、右手には扇、左手には盾を持ってるんですが、で盾の、スキルも168まで振ってる。アイギスの守りとか使える。もう素晴らしいっす、この人は素晴らしいっす。もうほんとレベル62でしょ、62の段階でもうこんな、もう素晴らしいっす、素晴らしいの一言っす。はい、もう本当サポート仲間を酒場でこの人見つけた時に見つけたと思ったね、本当見つけたと思ったね。はい、メロペさん、この人も素晴らしいです。賢者で、特にイオグランデがもうすでに使える。賢者悟り140まで振ってる、はい、無限の悟りまで使える。で両手杖してるので両手杖、はい、両手杖も130まで振ってる。もうレベル59でレベル62も2のサポート仲間さんまで選べるんですけど、レベル60とか61、62の人でこういう人いなくて、やっと59の人、まあレベルは59だけどこの辺ぐらいのスキルを持ってる人やっと見つけたと思って、本当にこの人を見つけた時も見つけたと思ったね、本当ね。はい、で僧侶さんもスズメさん、はい、僧侶の信仰心120まで振ってる。なのでパッシブ回復魔力とか、最大 MP とかもねアップしてる。で、スティックと盾、盾はまあこんなもんですけども、スティック130まで振ってるね、 MP 中回復ラピッドスティック、はい、キラキラポン、まあ俺としてはキラキラポンが使えればもう十分なんですけど、ここまで振ってる。で、さらに僧侶の職業スキル、信仰スキル、僧侶の信仰スキルでもうパッシブもちょっとアップしてるとかね、聖なる祈りまであれば十分なんですけど、でさらにもう HP が409に
409って、はい、素晴らしい。もう本当サポート仲間、酒場でこの人見つけた時は見つけたって思う。あ、もういい、もういい、そのくだりはもういいですか。はい、あ、そうか、メギストリスに帰るので、ちょっと待って、敵のいないところで、で装備は地中ゴーグル今してますけど、小さなメダル10枚でぐるぐるメガネを交換しました。で、配信外で、で、ぐるぐるメガネは小さなメダル10枚必要なんですけど、まあ微量の攻撃に強くなる瓶底メガネということで、そろそろ敵に微量とか受けるようになって、魅了される、敵に魅了されると、まあ、弱体効果の一つなんですけど、敵に魅了されると自分が自分の味方に攻撃しちゃうんですよね。はい、自分が攻撃不能になって、操作不能になって、自分が操作不能になって、まあメギに一回戻ります、話したらメギに戻ります、はい、操作不能になって味方に攻撃したりとかしちゃうんですよね。で、味方に攻撃した時に会心とか出ようものなら味方の生死に関わるので、そうならないように、まあぐるぐるメガネをかけてると、その魅了ガードが 50% あるので、もう魅了される確率がぐんと減る、半分減るっていうぐるぐるメガネ、うん、です。それに交換してます。さあ、デジロのところに着きますよ。行ってきたよ。よ、あんたか。待ってたぜ。謎の小箱にかかった術を解いてきたか。はい。よし、この鍵を使ってあんたの手で開けてみな。ケイジはネジロから渡された鍵を使って謎の小箱を開けた。ネジロから渡された鍵を使って、うん、謎の小箱を開けた。はい。しかし中身は空っぽだった。盗賊の鍵は？はっかっか、中身は空っぽじゃねえか。ってことは約束通り、その小箱を開けたあんたへの報酬もなしってことは、お前ほんと一発殴らせろ、この野郎。ってそんなおっかねえ顔すんなよ。冗談だ冗談。あんたには小箱の中身の代わりにその鍵をくれてやる。おう、あ、この鍵が。俺ももう年でな、鍵師も廃業にすっから、その前にそいつを誰かに渡しておきたかったんだ。その鍵は冒険者だったら誰だって喉から手が出るくらい欲しがる代物だぜ。名前は盗賊の鍵っつんだ。はい、盗賊の鍵。はい、はい、はい。OK。その鍵があれば世界中に置かれた黒い宝箱を開けられるようになる。つまりその鍵を持つ者は宝箱の中身を自分のものにしていい資格を持つってことだ。この先の旅の相棒にしてやってくれ。はい。ということで、開けられるのか、実際に開けてみましょう。開いた。盗賊の鍵使った。パープルアイ。はい。OK。というように、黒い宝箱は開くようになります。はい。というのが、この盗賊の鍵のクエストです。で、次に行くのが、これだな。スキルポイント振り直し可能になる。はい。で、スキルポイントどういうことかというと、スキルポイントって今、プレイヤーさんが、スキルポイントって今、作戦からスキル振り分けで、いつもスキルポイント振ってるんですけども、まあ、今、片手、例えば僕なら、片手剣スキルに今、100、まあ、今振れる、まあ、そう、サポート仲間さんで130とか140とか150とか180まで振ってる人がいますけども、なぜ僕は100までしか振れないのか
なぜ100でいっぱいいっぱいなのかっていうのは、最初は100までしか触れないんですよね。でバージョン2の、バージョン 2.1 かな、バージョン 2.1 のエリアに行くと、エリアで行けるようになる、ある場所に行くと、ある場所、もう言っちゃうかな、俺ね、あの、ダーマ神殿っていうね、まあ、ドラクエ今までやってきた方なら、もうダーマ神殿という名前に聞き覚えあると思うんですけど、ドラクエ3とかかな、ドラクエ3が最初かな、ダーマ神殿が出てきたの。まあ、ダーマ神殿に行くと、ダーマ神殿も2つあるんですけど、まあ、この辺はちょっとネタバレまだ言えないけど、2回目に行くダーマ神殿、後の方のダーマ神殿に行くと、最初の方のダーマ神殿ダメなんですけど、後の方のダーマ神殿に行くと、まあスキルの、解放クエストが受けられる。まあレベル50とか60とか今僕解放クエストを受けてますけど、まあそれと同じようにスキルも解放クエストがあるんですよね。そうすると最初の解放クエストを受けると120まで解放されて、次の解放クエストを受けると130まで解放されて、次140、150というふうに解放されていく。で、それが終わるとバージョン3のところに行ったら、バージョン 3. 点いくらだったか忘れたけど、まあ、その後はちょっと分かんない、サブキャラでまだそこちょっと忘れた。バージョン3のエリアだったと思うけど、バージョン2のエリアで続けてできるのかな、わかんない、その辺は。ちょっとやりながらまたあれですけど。その次はね、160から180まで一気に解放されます。はい。クエストじゃなくて、確か一気に解放されたと思うけど。クエストとかやらなくて、クエストやらなきゃいけないんだっけ、もう忘れた。まあ、そんなに遠い過去じゃないんだけど、もう忘れたわ。はい、ということで、ということで 100以上に関してはそういうふうにバージョン 2.1 以降のエリアで解放されるんですけども、今の段階は、当然それができないので100までしか触れないっていうことなんですね。はい。でもあ、ごめんなさい、閉じてしまった。でも、片手剣に一回振っちゃうと、もう、どうやって矢印動かそうが、ボタンを押そうが、振り直しってできないんですよね。片手剣スクリューに100振っちゃったけど、やっぱり、勇敢スキルに先に全部振っちゃいたい、みたいな、例えば、片手剣は気に入らないから、やっぱ両手剣にしたい。両手剣気に入らないから、やっぱ斧にしたい、みたいなのってあると思うんですよ。武器を変えたい、みたいなのはね。あると思うんですけども、その時にスキル振り直しするためには今のままではできないので、スキル振り直しクエストを受けて、スキル振り直しができるような状態にしてからやるってことなんですよね。はい。そのクエストを今から受けたいということなんですよ。なのでそのクエストリストが、クエストリストの紹介されているクエストの刀身ラダガードの近いということで、はい、ガードランド城にいるオーガの男性10番、スキルの振り直しを望む者に刀身ラダガードの祝福を得るための儀式の方法を教えてくれるらしい。レベル35以上の冒険者ならば詳しい話をということで、あ、まだ行ったことないか、はい、ガードランド城はまだ入ったことないからね、そういえば。じゃあもう一回バシコ使えるので、バシコでガートランド城は、これまた何のクエストの時か忘れたけど、オルセココーチ、オルセココーチかなんかクエストで行ったよね、なんか一回。その時に、ガートランド城に一回入るだけは入ったと思うので、バシコで行けると思うんですよね。もうほんとシーカの遺跡に行けとか、オルセココーチに行けとか、もう
う嘘でしょみたいなクエストなんだっけ、なんかやったよね。はい、ということでまたメギストリスの入り口に行きます。はい、でバシッコ、バシッコでオーグリード大陸で、ガートラント城下町入り口、あ、城、まあ、入り口に行きます。はい、教会でルーラストーンまず登録したいので、教会に行くには入り口の方が近いので、はい、ということで、こっちにある教会に行きます。ルーラストーン、キラキラとかもういらないね。はい、あ、入り口と城前もできるの、お、いいね。じゃあ城前も、入り口も城の前も両方しておこう。はい、でメギの城前をガートラントの城前に、ガートラント城前に変えます。はい、地図の、まあ、左上にいるんですけど、こっちに行くと、ガートラント城の方に行きますよ。ガートラント城、まあ、地図の一番北にあるんですけど、城まで、あ、地図の一番南か、南、まあ、これ地図見にくい、見にくい、逆進行方向が逆だったら見にくいかもしれないですけど、まあこういう風に、はい、ガートラント城あるんですけど、まあ初めてなのでちょっと歩いていくか。はい、こういう城ですね。多分ムービーがあると思うので、城の入り口のとこでガートラント城ストーリーのムービーがあるのと思う、ムービーがあると思うので、それはちょっと我慢して見ていただかないと、我慢して見てた、今回ストーリーやらないですけど、我慢して見ていただかないと。ああ始まった、やっぱり。おっとごめんよ、言ってえなこの野郎、人にぶつかっといて、なんだその謝り方。お、賢者マリーン様じゃ、邪魔だよ。あ、マリーン様ってあのグレン城の王様のストーリーに出てきたマリン、はい、話だけ出てきた。ああかわいそうなドワーフ。ほらこの財布あんたのだろう。あら俺の財布。あはは、もしかして気づいてないのかい。え、さっきの男はスリさ、あんたスリに会ったんだよ。あのドワーフこの野郎、見たところ一人前の証を持っているようだが、ずいぶん間抜けな一人前もいたもんだね。は、はい、すいません、すいません。刑事は、刑事の財布受けと、あ、返してくれた。全財産が入ってるんだろう。いや、大体は金庫に預けてますけど、大体は預かり所に預けてますけど、気をつけな、お間抜けさん。あは。ということで、今のはガートラント城のストーリーの、まあ、プロローグですね。
新しいクエスト？なんだ？あ、そっか、パラディンのクエストとか、パラディンに転職するにはこのガートランド城の中に、パラディンの本部みたいなのがあるので、なるほどね、忘れた、はいはい、よし。で、城に入ったら、この階段を登ってまた降りてみたいに行くと、この青い炎のすぐ下にいます、ジウバさん。この人が、スキル振り分けのクエストの人。お、ありがとう。あ、これはイエローダイアリーのイベントだ。この炎の間にはガートランと建国王ラダガートが刀身として祀られている、うん、この炎の間には、うん、レベル35以上のものがある儀式を行えば刀身ラダガートの祝福があり、選んだスキルを一つやり直しできるようにしてくれる。つまり選んだスキルのポイントをゼロにし、そのスキルポイントを獲得した職業のまだ振り分けてないポイントに戻せるのだ。その儀式とは、ガミルゴの極という特別な神具を作り、グレン領西にあるバクレア教会跡地に収めてくることと言って、自分で作る必要はない。ガミルゴの極はグレン城下町に住むディウという老婆が作ってくれる。炎の樹木とグレン領東の北西にいるゲリオンが落とす、慈愛の光を、彼女に渡せばよい。どうだ、スキル振り直しを望むならこの儀式をやってみる。はい、やります。では早速行ってくるがよい。くれぐれも道中気をつけてな、ということで、もう一回内容見てみましょうか。炎の樹木と、まあ、2行目に書いてある炎の樹木とグレン領東の北西にいるゲリオンね、まあ、炎の樹木は普通にバザーとか、素材屋でもあるとこにあるけど、まあ普通にバザーで買えば大丈夫です。で、グレン領東の北西にいるゲリオン、ここねにいる、獅子門の近くにいるゲリオンが落とすということは、ゲリオン倒せと。で、そのゲリオンがドロップしたアイテムと、炎のバザーで買った炎の樹木を持ってグレンの城下町の老婆ディウに渡しなさいということになります。なのでまずグレン領東にゲリオン倒しに行きましょう。ということで、グレン領なので、まあ、ここのガートラントのストーリーはまだクリアしてないので、鉄道が使えないので、とりあえず電車に乗ってグレン城に行きます。なので、ラッカラに一回行きます。グレンジョ城下町、はい、あスキップしてしまった。そっか、やっちまった。
これはやっちまったな。これ結構重要なムービーなんですよね。このムービーは飛ばしたくなかった。これですね、まあキーエンブレムを6個集めてから電車に乗るっていうのが冒険ガイド、まあ大陸間鉄道に乗るっていうのは冒険ガイドだったんですけど、もう大栗の大陸のランド山脈頂上を目指そうに変わってますけど、今ムービーでホーローさんがちょっと出てきたんですけど、その後に、まあ、大栗の大陸のランド山脈頂上に行けっていうムービーが出るんですよね。それをカットしてしまった。よし、とりあえずグレンリョ東から、ゲルオン倒しに行かないといけないので、それに向かいつつ、ちょっとこの辺のどこかで、前僕がアップした動画の中からそのムービーを、もうこれしょうがない、僕の失敗だからって僕の動画で他に誰がいるんだよって感じですけど、もう完全な失敗なので、失敗だし重要なムービーなので、僕の前アップした、まあその2年近く前アップした動画からその部分だけをカットしてこの動画に、編集でプラスします。はい、プラスしますって、もう今動画アップされてもう見てる視聴者さんにはもうその状態見れるかと思うんですけども、はい、まずじゃあ今からその動画を見ていただきますので、どうぞご覧ください。お、ほほ、これはまたまたあったの刑事、アストルシアに知らぬことなし、ご存知放浪の賢者、放浪じゃ。一目見てピンときたぞい。お主ついにキーエンブレムを6個以上集めたようじゃな。と、はい、いやはや見違えたの。グレートかつマーベラスなお主の強さビンビン感じるぞいって、時は来たれりということか。ではかねてからの約束通り、今こそレンダーシア解放への道を教えちゃおうぞ。レンダーシアを封印から解放するには、それを成した者冥王ネルゲルを倒さねばならんのが道理じゃが、道理じゃ。だがネルゲルの支配する冥界への入り口はランドン山脈の奥深く断崖の先にあり、誰もそこへ至ることはかなわぬ。しかし方法はないわけではない。この放浪の賢者放浪に任せておけばバッチリじゃ。まずは大栗戸大陸にそびえるランドン山脈の冥界への入り口が見える、断崖まで行ってみることにしようぞ。聞いたじゃろう、近頃魔性の被害が増えているのはレンダーシア封印の影響に他ならぬ。このままネルゲル冥を放置すれば、やがてアストリティアは魔性に覆われ滅ぼされるじゃろう。それだけは防がねばならん。わしはこうして世界を巡り、お主のような若者が育つのをずっと待っておった。刑事よ、お主はわしの希望じゃ。どうかこの使命果たしてくれよと。何今の顔。熱弁を振るっていたら駅弁を食いそびれてしまった。じゃがグレン城下町駅では名物げんこつ飴を買うのが悪いわ。ここで失礼させて。はい、もう一度言っとくぞ、大栗戸大陸にそびえるランドン山脈に向かうのじゃ。そしてその奥深くにある冥界への入り口が見える断崖まで行ってくれ。わしもすぐに後を追うからの。では今日のところはお別れじゃ。運命の
線路が交差するときまた会おうと。はい、ということで失礼しました。今見ていただいたムービーを先ほどカットしてしまったというわけですよ。はい、申し訳なかった。あのボタンの4番を押したらムービーカットしちゃうんですよね。はい、まあ初見の時はカットしないんですけど、一度やっぱこれサブキャラなので、まあ一度やっちゃってるので、一度体験した部分に関してはカットできるんですよね。はい、なのでそれでカッ、まあ4番のボタン、まあ、PS4 で言えば丸ボタンなんですけど、それを押してカットしちゃった、はい、その部分を見ていただきまして、割と重要なムービーでしょ。はい、それをカットしちゃうというね、はい、大変申し訳ございませんでした。はい、ということで気を取り直して、あ、ということで今暴言ガイドにはオーグリド大陸のランドン山脈頂上を目指そうというふうにメインストーリーのガイドはそうなってます。はい、はい、ということで今でもやるのはスキル振り直しポイントのクエストなので、これ、はい、グレンリョ東の、上の方にいるゲリオン倒すんですけど、まあシシモンからが近いので、シシモンに、馬車でじゃあ行こうかな。はい、グレンリョ東、はい、なんで今ここの東の出口から出て馬車に乗ります。まあ、今ムービー見ていただきましたけど、実際にはまあちょっとシモンについてからお話しする。はい、シモンについた。じゃあ左上のあの地域に向かいます。実際には今あそこって繋がってんのかな？繋がってたっけ？まあ行ってみよう。まあ実際には今僕がプレイしている、まあ続けてプレイしているので、その約2年前に録画した分のその電車の中のホーローさんのね、オーグリドじゃなかった、なんだっけ、ランドン山脈頂上に行けっていう下りのムービーは実際どんな風に録画してたか覚えてないですけど、覚えてないですけど、昔の約2年前の僕の実況が聞けたんじゃないかと。あ、ここは行けねえのか、やっぱ。聞けたんじゃないでしょうかと。僕はこの動画録画し終わった後にその2年前の動画から引っ張ってくるので、どんな実況の感じだったか覚えてないけど、さぞかしまだなんか不慣れな感じな実況だったんじゃないかと。その頃はまだなんか今みたいなパソコン環境じゃなくて、本当に最初実況始めた頃は本当ね、安いノートパソコンで本当にやってみようぐらいの感じで、とにかく YouTube のシステムをちょっと体験したいから、 YouTube のあのシステムにすごい興味があったから、YouTube のシステムを体験するために、まあ、環境は何でも良かったので、とりあえず持っていた、ASUS の安いあのノートパソコンで始めたので、もう本当に録画環境も悪かったんですけどね、その時は。
よくあのノートパソコンの何あの熱の吹き出し口から出るシャーっていう音がよく実況に入ってたのを覚えてるけど、あげるよ。いた、これかな。はい、よし。お、一匹倒せばいいのか。ゲリオンやっつけた。ねえ、慈愛の光を落としていった。はい。で、あ、そっか。預かり場じゃなかった。バザーの炎の樹木、持っていかない。あ、そっか、グレン城で、あそこか。ルーラストーン登録すればよかった。ルーラストーン登録していけばよかったね、グレン城で。もう一回電車に乗ろう。グレンジョもうムービーないよね。もうムービーないよね。おお、ない。で、東側からいます。まあ、実際また次回かな、このストーリーを再開するときにそのムービーをお見せしてもいいんだけどな、今回アップせずに。まあもうでもさっき、ではどうぞご覧くださいって言っちゃったし、まあリアルタイムでそういうのを、まあこういう時にこういうムービーが流れるっていうのを分かってもらった方がいいので、まあ今回でいいか。で、どこに行くんだ。はい、はい、地図の一番右の、民家かなに行きます。まあこうやって地図で見ると、グレン領、まあ、あの西側の電車の昇降口って、この東側と西側両方にあるんですよ。西側の昇降口のすぐ近くじゃんみたいな感じに見えるんですけど、西側の昇降口から行けないんですよね。一見なんかこう駅とつながってるように、駅と民家がつながってるように見えるけど、つながってはないですから、はい、こっち側からしか行けないです。あ、炎の呪文ね、忘れるところだった。炎の呪文、使うもの、素材、食物系、炎の樹木、1個309。よし、店で買うより安いわ。はい、買った。ここですね。ここです。で、なんか地図を見ると、あたかも、ここと、ほら、ここと、なんかあの、駅がつながってるように見えるでしょう、地図では。
でも繋がってないですからね。繋がってないですからね。はい、ディユさん。人の一生などほんのひととき、うたた寝してる間の夢のようなもの、くよくよしても仕方ありませんな。どうした？悟りを開いてる。ほう、お前さん、ガミルゴの語句が欲しいのかね。それなら炎の樹木と慈愛の光を持ってきておくれ。語符を作るのに必要じゃからな。いや、持ってきた。渡します。はい。よくぞ手に入れなすった。では早速語符を作るとしようかの。勇ましい王の昔話でもしながらな。昔昔のことじゃ。このオーグリドの大地に突如大きな穴が開いたそうじゃ。穴からは紫色の霧が天まで吹き出した。それは触れたものを魔物に変えてしまう恐ろしい恐ろしい霧じゃった。魔性だな。そんな時、勇ましい王が巨人となって現れた。そしてその身の丈に合う巨大な盾を用いて霧の吹き出す穴を塞いだのじゃ。オーグリドの大地は救われた。だが大量の霧を浴びた王もまたすでに魔物に姿を変えつつあった。王が自らの身に何をしたのかは誰も知らん。だが勇ましい王は最後にその身を石に変え果てたという。ああ、これはあれに繋がってんのか。ごめんなさい。これはあれに繋がってんのか。なるほど。さて、できた。これがガミルゴの五符じゃよ。はい、ありがとう。それは迷える魂を導くための五符じゃ。そういえば最近欲しがる旅人が増えたの。ということで、どこに行けばいいの。バクレギア、教会跡地に、グレン領西にあるバクレギア教会跡地へ行こうということで、そこですね。はい、じゃあ西から出て今度は、バクレギア教会跡地に行きます。こっからスッと西に行ければいいんだけどね。ここぐるーっと回んないと。あ、今回編集のために動画を分割してるから今録画じ…おー、どう、違う、これストーリー。あ、宿屋に泊まっていこう。分割してるから全部で録画時間どのくらい経ってるか全然わかんねえ。全然ってことはないけど、わかんねえ。道具枠もいっぱいになったからね。まだ預けなくてもちょっと余裕が出てきたね。預けなくても大丈夫。よし、やっと西から出ます。で、バクレア教会跡地も遠いもんね、これまた。はい、左下にあるバクレア教会跡地に向かいます。はい、よし。ちょっと遠いので、まあ、今回は本当編集で動画足したりとかするので、編集するの前提なので、移動のところは、
カットできてると思うので、まあこの辺も喋ってますけど普通にカットしてると思います普通にカットしてると思いますはい、ということで、バクレア教会跡地付近に着きました。着きましたということで、まあ、いつもは動画カットとか編集とかしないんですけど、まあ、今日はムービーね、ホーローさんのムービーを飛ばしちゃった問題があるので、まあ、編集する、今回は編集すること前提なので、これまだ戦ったこと、おお、メタルが出てきたぞ。メタル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 、早く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 、逃げちゃう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 、うわ最悪、逃げとも逃げたぞ。もうムービーはカットしちゃうし、本当メタルブラザーズには逃げられるし、本当今日はついてない日だな。はい、なんで今日はまあ移動とかは、移動の部分とかは普通にカットしてね、お送りしたいと思ってます。お送りしたいと思ってますっていうか、もうすでにカットしちゃってる、おどどどどどどカットしちゃってると思うんですけど、これはまだ戦ったことないんじゃないのかな、ボンファイター。うわーいっぱい出てきた。まず天地雷鳴士が風切りの舞、これをやってから攻撃力が上がってからギガスラしよう。よし、今ギガスラ、はい、おーいいねいいね、200以上のダメージ与えてる。いいないいなでもみんな俺に怒ってる、みんな俺に怒ってる、助けて、みんな俺に怒ってるよ、みんな俺に怒ってるよ。オッケー、はい、でどの辺だ、この中だっけ、なんか神父さんの幽霊みたいな人が言っちゃうと、神父さんの幽霊みたいな人が、あ、逃げれなかったか、いるんだよね。風切りの舞いいね、天地雷鳴士のね、攻撃力2段階上がるんだね。旅芸人の戦いのビートと同じだ。あ、でも違うわ、こう魔力も2段階上がってるもんね。きちきち、俺のメインキャラの旅芸人よりできる職業がついに現れてしまった。あ、いた、ゴフガミル号の、はい、完全に呪われてます、はい、ガミル号のゴフを渡しますか、はい、ああ、ガミル号様、ガミル号様、どうかどうか我らをお助けください。やっと僕も行けるんだね。ああ、また一人ガミルゴ様が天へ導いてくださった。
ありがとうございます。ありがとうございます。ガミルゴ様。子供たちを全員そちらへ送ったら私も参りましょうぞ。はい。ということで、まあさまよえる魂をね、天に返してあげるためのアイテムでした。はい。じゃあ、ガートラントに戻っていい。よし、戻ります。ガートラント、城の前。なんか今みたいなシーンの後でなんか切なくなるね。切なくなるね。なんか子供の魂がさまよって手に返してあげるみたいな。バグレア教会跡地にガミルゴのご父を治める儀式を無事に終えたようだな。そなたには同心の祝福が与えられよう。やり直しの宝珠は非常に貴重な品で、普段は3000ゴールドで分けているのだが、最初の一つは特別に授けよう。はい。ケイジは刀身ラダガートの祝福を受けてスキルの振り直しができるようになった。13,200の経験値。はいはいはい。あの青い炎に、あの青い炎にやり直しの宝珠を捧げれば、刀身ラダガートは答え、選択したスキルを一つ振り直しができるようにしてくれる。どのスキルをやり直すべきか、慎重に考えて自分で決めると良いだろう。はい。ということで、スキル振り直しについてですけども、についてですけども、作戦から、スキル振り分け、まあ普段はこうやってここからやるんですけども、今回はアイテムにやり直しの宝珠があります。はい、今もらったんですけども、消費することでスキルポイントを振り直せる宝珠。はい、これは今もらったんですけど、普段は買うことができます。まあ買う方法はまた後で説明しますけども、この宝珠をここで、青い炎のここで捧げます。やり直しの宝珠捧げます。ケイジはやり直しの宝珠を使った。しかし何も起こらなかった。え、違ったっけ。あ、ここじゃないの。ああ、そっかそっか、道具から使うんじゃなくてこれだ。青い炎に向かって矢印が出てるので、そこを普通に決定ボタンを押すと、青い炎が神々しく燃え盛っている。捧げる宝珠を選んでくださいということで、やり直しの宝珠と全やり直しの宝珠っていうのがあります。全やり直しの宝珠のことはまたこの後説明します。とりあえずやり直しの宝珠、今もらったやり直しの宝珠を捧げます。やり直しの宝珠を捧げることでスキルの振り直しが可能です。スキルを振り直しますか。はい。とりあえずそうだね、コーンスキル、旅芸人のコーンスキル、ちょっと待って、旅芸人って旅芸人って、あ、違う、旅芸人ってぴょんぴょんしてどうする。旅芸人ってコンの他はなんだっけ、戦士と被ってないよね。探検か。探検とコンと、あ、扇か。そっかそっか。じゃあダメだ。やり直しの宝珠捧げる。はい。はい。
で、とりあえず片手剣スキルを一回解いてみましょう。はい、スキルポイントが上記のように各職業に戻されますが、スキル振り直しを実行してよろしいでしょうか。はい、まあ、1回戦士、で100ポイント片手剣スキルに振ってるので、これをゼロに戻します。はい、刑事は炎に向かって祈りを捧げた。やり直しの宝珠は青い炎に吸い込まれていった。はい、片手剣スキルをリセットした。戻ったスキルポイント100ポイントということで、片手剣スキルに、振った100ポイントが戻ってきました。どういう状態かというと、作戦の、スキル振り分けから、ほら、残りが今100ポイントになってる。右下に出てるように、あと100ポイント、その代わり片手剣スキルがゼロになってる。で、今からやっぱり両手剣にしようとかできるわけですよ、こういう風にね、ということです。はい、やっぱりそれやめて、やっぱり縦スキルにしようとかできるわけです、こうやって。はい、で それでまあ斧でもできます、もちろん。で、決定押せばこれで決定される。決定された後はまた動かせないですけどね。で、勇敢でもいいじゃないですか。また、はい、勇敢とかでもこうやって触れる。はい、まあ、僕、片手剣から変えないですけど、今回は、見本ということで、断技とゼロに戻しました。はい。ということで、今、全やり直しの宝珠って言葉で言いましたけど、まあ今さっきもらった宝珠はもうなくなってます。道具の中からなくなってるんですけども、またじゃあやっぱもう一回振り直したい、という時はこのジウバさんから、やり直しの宝珠、はい、3000ゴールド、全やり直しの宝珠、これは3万ゴールド、どちらか、まあ、その金額に応じて買うことができます。で、やり直しの宝珠は今使ったんですけど、全やり直しの宝珠って今僕が振ってるのが片手剣と勇敢スキルに振ってるんですけど、それを全部ゼロに戻すことができる、全リセットですよ。で、旅芸人のコンにも振ってましたよね、それもゼロになる、全やり直しの宝珠使うと1回で。なので、だんだん、今僕やってるのって、まあ、戦士、旅芸人、魔物使い、道具使いなどでレベルがちょっと上がってるぐらい、戦士以外はね、なんですけども、まあ、いろんな職業やってきて、いろんな職業もレベルが上がってきて、全部何十レベルになって、でスキルもいろんなところにいっぱい振っててみたいな、一回全部やり直そうみたいになった時は、全やり直しの宝珠を3万ゴールドで買えば、で全やり直しの宝珠をここに捧げれば全部ゼロに戻すことができます。で、そのためにここに預かり所があるので、僕みたいに今1万ゴールドしか持ってない時は、3万ゴールドの全やり直しの宝珠買うためにここでお金を下ろしたりとかすることもできます。はい、ということですね。素材預けておこうか。エンゼルハーツ、うん、はい、はい、この預かり所の子かわいいじゃねえか、この子はかわいいぞ。はい、ということで、今回は、ここまでですね。で、今回、まあ、動画編集して、途中ムービーとか、昔のムービー追加したりとかしたと思うんですけど、まあ、そんな感じです。はい、次は、追加され、紹介されているクエスト、うん、そうだね。次は、まあ、いよいよ、そのムービーので追加し忘れたムービーの続きで、ストーリーの続きを、メインストーリーの続きをやっていきたいと思うので、
オーグリード大陸のランド山脈頂上を目指してまずは行ってみたいと思います。はい、ということで、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それと応援の高評価をクリックお願いいたします。それとツイッターのリンクが動画の概要欄に貼ってますので、よろしければフォローしていただければと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。